はい、お世話になります。トライジャーのボスです。いつも応援ありがとうございます。今日は、ブレイクアウト、前の形のブレイクアウト君を、カスタムしたのでご紹介します。フロント周りを、トライジャーの、ゴドレイクトリプルツリーにして、で、フェンダーをロアリングキットを入れて、でライザーを60ミリアップにして670ミリのショートハンドルにして、で純正の、タンクをストレッチ加工してシートワンオフで作って、で、フェンダーを、トライジャーの、ショートフェンダーキットに変えて作りました。でサイドナンバーとあともろもろトライジャーの、パーツを付けさせていただいてます。こんな感じです。細かくを言えば、フェンダーのロアリングキットでフェンダーを下に下げて、まあ、タイヤとの隙間をなくしてます。でトリプルツリーで、ゴドレイクで寝かしてるので前が、2インチローダウンぐらいになったぐらいになってます。で、ライザーで開けて、ショートハンドル、これねとても乗りやすいんです。これ本当に乗りやすいです、670mm。 あとこの見やすい球面ミラーですね。であとここ純正タンク、まあ基本的に車外のいろんなストレッチタンクとかがあるんですが、トライジャーでは純正のタンク、鉄製の純正のタンクをこうやってストレッチします。これが一番強度があるものなので作ってます。こういった形で、あともしか何かあった時でもね加工がしやすいです、鉄なんで。でこういった形でストレッチをして、で、トライジャー製のリアフェンダーキット、鉄製の、これも鉄製ね、だから全て鉄製ですね。これに、シートで、できるだけ腰を、この子の場合は腰をフォールドして前に出して、座りやすく、長時間でも座りやすくして、シートを作りました。これによってハンドルも近くなるし足も近くなるんで、とても乗りやすくなってると思います。あとこれね、ブレーキ、これトライじゃないですね、これ外に広がってるのはブレーキが踏みやすいようにしてます。でしたよね、まあまあミニクリーナーと、でそれに磁気ランドハイドの V 均等型っていう、この均等に後ろがなるようになってるタイプにしてます。こんな感じかな。で、ウインカー周りを下に、わかるかな、下にこうやってつけて、で後ろはここの赤、まあ、赤一色にこうなってるように見えるんですけど、ここの中入れてます。ちょっと待ってね、よいしょ。でウインカーをこうしたらいいかな、こんな感じで、わかりますかね、ここと、ここにつけてます。こんな感じかな、こんな感じかな。でエンジンをかけてみますね。オーナーさんの遠くからありがとうございます。本当に遠いのによく来てくれてます、高知から来てくれてます。もう
毎回毎回カスタムありがとうございます。年末にちゃんと納車ができることを嬉しいです。よかったです。楽しんでください。でお仕事頑張ってね。こんな感じで、ご紹介しました。明日納車です。